はい、インキャラです。はい、やっぱり僕インキャラじゃないですか。だから友達がいないんですよね。友達もいないし、あとやっぱ彼女とかももちろんいないから、夏どこもしてないなと思って、今もう8月の終わりなんですけど、でやっぱり誘ってもね、もちろんくれないし、だから暇なんで、ね、一人で海に行きます。はい、ちょっともう時間もね、もう結構ないんで、そう、行きます。電車がやっとこれからちょっと江ノ島に行きたいと思います。いやー、着きましたね。いやー、着いたね。ギャルがね、多いです、やっぱり。ほら。いやー、ね、2時間かけてね、来ました。はるばるね、東京の田舎から2時間かけて、このね、神奈川の片瀬江ノ島に、来ました。これは、好きな時間を好きな人と過ごそう。こっち書いてあるね。いいんだよ、いいんだよ、買ってこいよ、食べてんじゃねえよ、おい。いやー、なんかね、歌とかも流れてるね。気持ちいいね。うわー、ギャルが多いね。いやー、ほら、うわ、水着ギャルが多いんですよ、本当にね。いやー、気持ちいいね、海に。そんな晴れてないけどな、曇ってるけど。いやー、いいね、本当に。本当にね、人が少ないな、そんな多くないな。ちょっとね、せっかく来ましたし、ちょい入りますか。ね、やっぱりほら、海外の方とかね、ほら、俺の視聴者多いから、やっぱり僕のね、やっぱ裸姿、やっぱね、見たいんじゃない？やっぱさ、ね、ヘラヘラ、ニヤニヤね。で、ね、ちょっと、シコシコしながらさ、来てんでしょ。しっかりね、ここに、レジャーシートを引きましたね。とかはね、パリピがね、すごい多いんですよ。マジで、ほら、もうなんかさ、なんかね、嫌なんですよ。じゃあ、ちょっとこっちのね、人気が少ないところで、ちょっと楽しみたいと思います。ちょっとね、海入ろうと思ったんですけど、ちょっとその前にね、こちらの、もう一番近くにあったね、海の家で、まぁ、ちょっとお酒でもね、ビール、ちょっと生いただきたいと思います。届きましたね、生。いただきます。最高ですね、やっぱり。いやー、ちょっとね、今、動画の方をね、ちょっと茶番だね、動画をちょっと撮りまして、ちょっと砂がね、すげー、ついちゃったんで、海に入ってきたと思います。いやー、ちょっと、結構ね、もう8月の末なんで、人もね、ほら、意外といないっすね。そんなに、カップルと、あと、女子高生、女子大生ぐらいが、
しかいなくて、うん、結構過ごしやすいですね。うん、でも海がね、なんか汚いんだよね。なんかわかるかな。うん、なんかまあ汚い。うん、いやでもね、やっぱなんか一人でもね、すごい楽しいっすね。うん、なんか楽しいな、普通に。うん、なんか、うん、楽しい。何これ。なめこ？いやー、いいね、なんか、気持ちいい。いやー、なんか、うわ、汚い、めっちゃ緑だ、水が緑だ。いやー、やばい、ちょっと待って、首いった、寝違えた。ちょっと待って、水やば。俺ちょっと、マジで泳げないから、ちょっともういいや。ちょっと、いやでも、気持ちいいですね。いやー、ちょっと、ということでね、ちょっと、海にはやっぱ危険がね、いっぱいあるということで、これ、まあ、人見てくれてるさ、やっぱ10代とかのキッズ、お子さんとかも、やっぱ海とか、やっぱ川行くときにはね、やっぱ、お家の人と一緒に安全をね、守って行ってもらって、いやー、海にはね、危険がいっぱいですよ。あー、ちょっと日もね、すごい暗くなってきたから、ちょっともう僕は、お家に帰ります。はい、いやー、ね、30分ぐらいしかいなかったけど、充実したねー。はい、まあ、あと2時間かけて、家に帰ります。では、